でそこのコンロの上で炒めます、はい、ちょっとお腹がプチッと割れるぐらい、そうすると香りも取れてこれでしばらく煮出します。濃いちょっと甘い出汁が欲しい時、はい、引き込もうかと思う。このぐらい入れて。はい。これ使って。でこれはカブの葉っぱなんですけどね、みじんに刻んで最後に散らします。精進料理は一つのもず全体、一もず全体を使い切るっていうのがキーワードなんですよ。無駄にしないで、それに叶える。で、このカブは皮を剥いてません。皮剥くとね、煮崩れる。ちょっとメモして、何を作って、それで、温かいうちにいただきます。きっかけは夫がお坊さんで、藤井宗哲と言いますが、お寺で、禅寺で、建長寺で、自転の天と座ると書いて天蔵という台所型の仕事を役割としてしていました。で、昔から文章修行してたので、その体験を本にしたことから、本を読んだ方が教えてほしいという流れで料理教室禅味会をやり始めました。そして今年でなんと40年にもなります。で、和尚は残念ながら16年前に他界しました。最近気がついたんですけど、40年近く皆様と料理を作って、お昼一緒に食べるんですけど、この料理は飽きないということに気がついたんですね。食べてて毎回毎回食べるのが嫌と思ったところは一度もなかったんですね。ということに、飽きないということに気がつきました。ちょっと気がつくのが遅いと思うんですけどね。多分ね、味が日本の調味料ですよね。発酵調味料、味噌、醤油、みりん、お塩、それと野菜はその時々の旬のもの、そういうものを食べてると心地よいんですね。ですから、そういう日本人が伝統的に食べてきた和食の一つのジャンルだと思うんですよね。そういうものを食べてると、ここで皆さんおっしゃるのは、若い方もシニアの方も同じことをおっしゃるんですよ。ああ、なんかほっとするって。で、若い方の場合は多分遺伝子部分で日本人が伝統的に食べてきたものということでほっとするのかなと思いますね。心身一如という言葉があるんですよ。心と身体の心と一つのことしって。で、これは心と体はつながっているということだと思うんですよ。ですから、精進料理の本来は修行するお坊さんの命をつなぐ食であったわけですけど、特に曹洞宗の道元様は食のことをきちっとするようにという本を書いてますね。実典の点と座る天蔵教訓、これは作る心が、もう一つ不宿反法というのがあって、不は赴く行く、それから反は飯で、宿はごめんなさい、朝ごはんお粥ですね。飯は昼ごはん、つまり朝ごはんと昼ごはんの食べ方、簡単な言い方をすると、そういう2つの本をテキストを弟子たちのために書いてるわけですね。だから、いかに修行するために食をきちっと整えることは大事かというメッセージだと思うんですね。それは今生きる皆さんにとっても言えることで、暴飲暴食で体を壊す、
そういうことがないわけですよね。きちっと整えて食べていると、そうすると、まあ今寿命も伸びてますけど、健康に生きられますよね。あの暴飲暴食を控えれば、それは良い人生を歩けるかなと、そういうことにつながってくると思うんですよね、うん、あのこの10年以上海外でいろんな国で精進料理をする機会をいただいて、特にパリとかロンドンは10回ぐらいは行ってますね。そうすると皆さんあの興味を持って参加してくださると、やはりあのお料理だけではなく、その背景にある食の哲学、そういうことに興味持つ方たちももちろんたくさんおられますね。特にあの最近マインドフルネスという言葉があの皆さん知ってると思うんですけれども、これってあの仏教の行いの中の正しい八正道というのがあって、それの7番目正しく念ずる、それは中国語に訳されてそうも言われてるんですけど、少年はあの本来サンスクリットのサティ、悟り、悟っていなさいということを、ベトナムのお坊さんなんかのティック・ナット・ハンさんなんかがマインドフルネスという言葉に訳して欧米で先に広まって、今また日本にリターンしてると思うんですよね。そういうことをあの海外でやってる方たち、座禅をやってる人たち、そういう人たちはあの意外とたくさんいらっしゃるんですよ、いろんな国で。ロンドン、パリ、アメリカ、あとはあのスペインとかイタリアとか、そういう人たちはその禅の食事ということで精進料理に興味を持ちますよね。でもちろんあのその背景にある哲学、そういうことにも興味を持って取り組んでくださるから、逆にこっちも背筋を伸ばしてあの対応しないといけないなと思いますよね。みんな彼らは一生懸命そういうことを学ぼうとしてますから、うん。